には犬がいました。犬は狐を見つけると目の色を変えてしきりに吠え立てました。大きなまんじゅうが皿に3つ乗っていました。狐はお腹が空いていました。喉を鳴らして一つを食べるとすぐまた一つ加えました。じいさんの命日でござります。コンコン、和尚様になってあげよう。承知で自分のしていること、それは何ともふざけたことだと今更に思われました。しかし今更どうすることもできません。何かをしばらく唱えなければなりません。もしそれをしなかったら、静かに立ち上がるおばあさんの袖をまた狐はくわえて玄関のところに来ました。ありがとうございました、お嬢様。それではごめんくださいませ。そこには若い赤鬼がたった一人で住まっていました。その赤鬼は絵本に描いてあるような鬼とは形、顔つきが大変に違っていました。そこである日、赤鬼は自分の家の戸口の前に木の立て札を立てました。心も優しい。なんだ、鬼の立て札。そうだよ、鬼の立て札なんて今まで聞いたこともない。おいしい、お菓子が。声高く呼びかけました。その呼び声は人間たちにはぐっと大きく聞こえました。つまずいてよろめきながらも走り続けて、とっとっとっと山を下っていきました。こうすりゃ簡単さ。僕がこれから麓の村に降りていく。そこでうんとこ暴れよう。で、冗談言うな。鬼だ、鬼だ。の鍋は転げて、汁は野口にタラタラと滴りました。青鬼がいるのを見ると駆け寄って、いや、この野郎と怒鳴ると一緒に掴みかかって、首のところをぐいぐいと締め付けました。ゴツッと一つ硬い頭を打ち据えました。青鬼は思いがけなく青い額に青い大きなコブを作って、コブをなでなで逃げました。鬼はみんな乱暴者だと思っていたのに、あの赤鬼はまるっきり違う。まったくまったく。なんとおいしいお茶でしょう。なんとおいしいお菓子でしょう。これまでずっとこんなにおいしいお茶を飲み、こんなにおいしいお菓子を食べたというものがただの一人もいませんでした。親しい仲間の青鬼があの日別れて行ってから、ただの一度も訪ねてこなくなりました。どうしたんだろう。具合が悪くているのかな。留守かな。ふと気がつくと、戸の際に張り紙がしてありました。僕はしばらく、君にはお目にかかります。けれども僕はいつでも君を忘れますまい。どこかでまた会う日があるかもしれません。二度も三度も読みました。さようなら。南の方に一つの国がありました。その国の山の中には昔から大きな竜が住まっていると言われていました。大丈夫、泣くことなんかありません。おとなしい子はさらっていきはしませんよ。すると子供はにわかに首を大きく振って言いました。違うよ、違うよ、竜だよ。竜がかわいそう。おやおや、あの子は考えがないのだろうか。どうも平勢、あんまり口をきかないようだが、さてはバカかな。山の竜。何よ。一緒に行こうよ。
ごまごしながら言いました。言ってもいいかい、一緒に行ってもいいのかい。いいとも。僕はね、お前さんをいじめはしない。また誰かいじめ落としたってもかばってあげる。どうして泣くの？ほら、その涙で僕流されてしまうじゃないか。お家に帰れなくなるよ。さあ、わしの背中に乗りなさい。乗せてくれた。優しい子供たちを。